例年この時期は日照時間が短くなり夜間の交通事故が増える傾向にありますまた飲酒の機会も多いため注意が必要です津警察署の野球博也署長は津市は人身事故の割合が高く子どもや高齢者の事故防止に努めたいと述べ警察は急増している SNS を悪用した詐欺や闇バイトによる犯罪についても警戒を強めるとしています式の最後には 白バやパトカーが広報のために出発し、市民に注意を呼びかけました。